晴れた日はたまにお日様とおしゃべりしたくなるね。嘘だろ、今日はあまりにも偶然が多すぎるんだけど。少爵も知ってるの？当然、これはうちの師匠の宝物だよ。彼は貴族の出身で、家中に黄金や珠玉が転がってた。珍しいものなんていろいろ見てきたはずなのに、これだけは命と同じくらいに大切にしてたんだ。まさかここで見られるとは。てっきり師匠はそれを抱きしめながら眠ってるのかと思ってたよ。私も文物の由来をよく知らないんだ。少爵は具体的な使い方を知ってるの？はあ、うちにもそんな機会はなかったよ。師匠はとても大切にしてて、うちにも触らせてくれなかったんだ。というか、彼がそれを使う姿も見たことないよ。そうなんだ。でも、親切姉さんがすでに権限を付与してくれたなら、直接試してみたら？上に手を置いて、何かを感じてみるとか。やってみるよ。三意志、異国に向こう。その次は何だったっけ？少しブラブラしよう。私たちの権限認証ってこんなにすごいものなの？それだけじゃないみたい。え？親切姉さん？どうやらあなたにもこれを使う日が来たみたいだね。これは、あなたが入学した日に残したもの。あなたがいつこれを見るかはわからないけどね。とにかく、これを見ているということは、あなたの勉強が順調で、ついに、前にいた場所を再び訪れるほどの経験をしたってこと。先生は、ある言葉をよく口にするんだ。今日は、あなたにも送っておくね。恋愛は他者の中に潜り込み、芸術は自身の中に潜り込む。じゃあ、初めて、自身の中に潜り込む経験が、楽しいものになりますように。どういう意味なのかな？どういうこと？簡単だよ。当ててみるね。今までの経験から考えると、私たちは訳もわからないまま何かに巻き込まれて、シュッと次の世界に行くんじゃないかな。いやいや、その経験ってあまりにも。記憶と時間の箱へようこそ。
これから体と精神をリラックスさせてください。記憶から戻る場合は、心の中で終了と黙考してください。晴れた日は、データの海？本当に、そっくりだね。あれ？私たち、知り合い？わからない。でも、私たちは、夢で会ったばかりだよね。おほほ。何そのナンパのやり方、古すぎるよ。ああ、ごめんごめん。からかってるつもりはないの。気にしないで。あなた、セナディアじゃないの？確かに私はセナディアだよ。セナって呼んで。今のは、二人が知り合った時のこと？もちろん、正真正銘、私たちの初対面だよ。でも、一体どういうこと？まさか、これもデータの海の再現能力だったりして。それはどうかな。図書館の本と同じように、根源物質による完全再現じゃなくて、仮想現実に近いのかもしれない。あ、そういうことか。親切姉さんが言ってたよね。私たちに文物を使用する権限を付与したって。そう考えると、小弱が使った方がいいと思う。そうしたら、より直感的に老朽の過去を見られるかもしれないし。じゃあ、心の中で終了って黙考した方がいい？いや、その必要はないんじゃないかな。何か知りたいことがあるなら、うちが話せば済む話じゃない？記憶違いがあったとしても、裏付けしてくれる器具があるし、そんな面倒なことをしなくてもいいだろう？それに、多分大して役に立たないと思うけどね。うちはあんたと違って、前からつながりを持ってるわけじゃないよ。そうだね。違うでしょ。私に言わせたら、すごく役に立つに決まってるよ。ほら、私たちが老朽に行けたのは、あの犬に出会ったからじゃない？あの時の状況から考えると、私たちがデータの海にいた時も、あいつは近くにいたはずだよ。でもあの時、私たちは今みたいにあちこち行ったりできなかった。今あいつを見つけて、どうやって自由に移動してるのかを説明させれば、問題は解決するんじゃない？そうだけど、目の前で再現されたのが、私の記憶だけなのか、それとも、
あの時の全てなのかはわからないでしょ。もう、せっかく来たんだし、やってみようよ。私たちがあいつに出会う前だったら、みんなが気づいてなかった秘密を発見できるかもしれないよ。しかし、どこから始めるべきかな。あいつが最初から覗き見してたなら。張り切って出発！行くよ！近くに崩壊エネルギー反応があるから気をつけて。はっ！ちょっと嘘でしょ？ここでも怪物と戦うの？しかも前回と少し違うよね。というよりむしろこれでセナの推測が証明されたんじゃない。データ書籍と違ってここで再現されてるのは作者本人が知ってるデータだけじゃない。みんなついてきて。ターゲットに接近中。はっ、よいしょ。ふっ、よいしょ。お、ふっ。前方の敵は私に任せて。ほっ、張り切って出発。えい、一緒に戦おう相棒。お待たせ。ガガガガガガガ、原爆タイム。稲妻準備。やっ、
私に任せて。チャージ完了。ぼーっとしないで。宇宙リレー。ビビビビビビヤッホー。痛くない、本当に。よっと。5、4、1。エンジン点火。簡単でしょ。私たちも潜り込めばわかるんじゃない。ちょっとセナ、そんな向こう側が老朽の終末の暗か？待って、まさか前に終末のアンカーが起動したのは私がたまたまそうしたからじゃなくて、最初からあいつに動かす能力があって、ただ私たちがオーカを見つけられるようにタイミングを待ってただけ。2回も起動させられた真相ってまさか。ねえ。ねえ、ちょっと大丈夫？二人とも、どうして顔色がそんなに悪いの？違う。これはデータの海の影響じゃない。少女くん、何か隠し事でもしてるの？ねえ、何か隠し事でもしてるんじゃない？知っていることは全部話すようにしているが。じゃあ、今の状況を説明したらどう？あなたが釘を抜いた後、私たちがここに来たのはどうして？なんというか、確かにこれは予測できる事態だ。必ず通る過程とすら言える。あなたも事前に私に聞かなかっただろう。でなければ、あらかじめこういうことが起きると分かっていたはずだ。あなたとは別の方法で交流する必要がありそうだね。それで、ここはどこ？琥珀街の住人たちは？彼らはまだ存在していない。まあいい。やっぱりあなたのやり方で交流してみるよ。ここの性質と私たちがここに来た理由を正確に述べてほしい。飲み込みが早いようだ。正確に言うと、ここはおそらく100年前の琥珀街だが、私たちが時空を超えたわけではない。影の力は人々の恐怖から来ている。
そして恐怖は人々の心から生まれる。そのため、あの男が自身の力を七釘の中に注いだとき、彼自身の一部も必然的に残ってしまったのだ。例えば、記憶。抜かれた釘があの男のものなら、今の私たちがどの時間にいるのか、推測するのはそう難しくない。あの男？ああ、琥珀街大恐慌という言葉を聞いたことはないかもしれないが、あの男にとって、それは確かに取り上げるべき功績だ。心配は不要だ。これは一時的に活発になっただけで、何をしなくても、記憶は自然と消えていくだろう。ただ興味があるなら、周りを歩いてみてもいいだろう。見るといい。ある時に、魔物退治という面で、リトストが世界に与えた新しい考え方を。もう少しわかりやすく説明してくれる？私が話した十種類の顔、影と共にやってきた様々な災いを覚えているだろうか。琥珀街大恐慌はかつて、その中の例外だった。その後、同じように罹患の十相の一つとしてまとめられたが、それが初めて現れた時は、かつて見たことがなく、解決手段が全くないものだった。そして今、それがあなたの目の前で起きている。心配しないで、すぐにあなたを連れてここを離れますから。他の術もここに駆けつけてくれると聞きました。きっと良くなります。大事なのは。私以外にもっとぴったりな人はいないの？いや、違う。誰が来ても、もうダメだ。あの怪物を見てないからそう言えるんだ。あれはまるで、まるで、誰が来ても、もうダメなんだ。違います。きっと解決できますから。どうか怖がらないで。怖がるなって。ありえないだろ。人間じゃどうにもならないものを見て、どうやって。
心配しないで、もう大丈夫。彼らが開発した花を持ってますから。やはり死んだのか。これは一体。ありえない、死人が恐怖を感じてる。まさか、まさか。影から誕生した怪物。なるほど。これこそが問題点だ。見ての通り、人の恐怖は影を誕生させ、それは災いとなる。しかしその理論でいけば、目の前の死体はもう災いを起こせないはずだ。私たちが見てるこの怪我人は怪物たちの本当の源じゃないってこと。その通りだ。そして目の前にいる調査員らしき人物も、もうすぐ重要なことに気づく。実際、このエリアの災いの源は、琥珀街自体にある。街が怪物になったとでも。ああ、影の抜け穴を悪用したのかもしれない。最初の頃、確かにここに怪物が出没したのかもしれないが、事件はすぐに収められた。その後、影による疫病が琥珀街で流行り出したが、大きな損失を出すことはなかった。一体何が言いたいの？その災いは大きな脅威とは言えない。残念なのは、そのせいで人々はこういう疑問を持ったのだ。どうしていつも琥珀街なのだ？もうわかっているだろう。罹患の術僧が琥珀街に頻繁に出現したのは、ただの偶然だ。とはいえ。噂が広がり、人々が不安に思い始めると、ここは大げさなことに、不吉な地と呼ばれるようになった。その後、数千数万人が信じて疑わぬ恐怖は、琥珀街を正真正銘の災いに満ちた巨大な箱にした。しかも、それを変えられる者はもう誰もいない。影から湧いてくる怪物、それらをよく知れば、そもそも難題などにはならない。倒すことは、術にとっては朝飯前みたいなものだ。あなたが先ほど見かけた一般人も、ある手段を頼れば対応できる。だが、そのあらゆる原因がただの噂だと分かっていても、どんな方法で集団的幻覚を蹴散らせると、常識的に考えれば
彼らがどれだけ信じて疑わなかったとしても、噂は現実にならないはずだよ。影がその過程に条件をつけたの。その通りだ。ある視点から見れば、それは回収と同じ原理なのかもしれない。その後は、今の琥珀街を見る限り、その強行は最終的に終わったんだよね。方法はとても簡単だ。ただ、初めてそうしたいと思ったのが、リトストだった。そう。ついて行ってみては。その目で見届ける機会もあるかもしれない。あなたはドニグルですか？じゃあまさかリトスト様もまだ。よかったよかった、術がここにいるなら。あどこに行く？あの犬見たことがあるのか？私が老朽に来た原因とも言えるかも。あいつは一体何なの？その話は長くなる。事態を把握するだけなら、奴をリトストのペットだと思っておけばいいだろう。かつては影の造物だったが、その後、奴はずっとリトストの意志に従って動いている。例えば、奴は今、リトストの指示に従って、あなたの前にいるかわいそうな調査員を噛み殺した。どうして、どうしてこんなことに。その通り。消せない悪があるなら、この身で悪に取って代わろう。私が思いついた手段はこれだけだ。さらばだ、見知らぬ人よ。いつか私は死に、今日の罪を償う。
かしその前に動け、ドニグル。私たちは琥珀街の人々を皆殺しにする。残念だ。終わる時期が悪かったようだな。もうわかった。お？琥珀街に対する人々の恐怖に実際の根源がないから根本的に解決することができない。それなら根源を与えてしまえばいい。彼は琥珀街にいた人を全員殺してそれを証拠としてあらゆる異変は自身の手柄だと宣言した。そうでしょ？おや、そんなにすぐに理解するとは。あなたもそのやり方に賛同するのだろうか。そこまでする必要はある？何がダメだというのだ？何はともあれ、琥珀街に入ったら普通の人間は生還できない。
リトストはただ、すでに決まっていた彼らの結末を別の形に変えて、そして、琥珀街の恐怖を完全に自身に移しただけ。その後、彼は人々の恐怖の対象となった。そして、琥珀街は正気を取り戻して、徐々にあなたが今日見た姿になっていく。それは誰もが喜ぶ結末ではないか？つまりその後、彼は大悪役を演じるようになったってこと。それも一時期のことだ。リトストにとって、過去の一部を消すことは一番の得意分野だ。琥珀街大恐慌の真相を知っている者は、今はそう残っていないと保証する。見ての通り、今のは所詮、取るに足らない昔話でしかない。百年前の老朽では、それよりも明記されるべきことがたくさんあった。要するに、影は一種の呪いじゃなくて、規則なの。誰も判断できないが、かなりの確率でそうだろう。でなければ、これほど複雑な姿を誕生させるはずがないだろう。じゃあ、一つ疑問があるんだけど。ほう。もし私たちが終末のアンカーを起動させて二つの世界を再びつなげたら、何が起こるの？ではなぜ、術は当時、二つの世界に分けたと思う？結局のところ、老朽は一つの檻。檻が閉じ込めるのは、銃の悪相を持つ規則だ。終末のアンカー。何をした？私はただの道具。あなたの命令がなければ何もできない。どうやらリトストの釘を引き抜くと、ドニグルを老朽に戻らせて、私たちのやり方でこの剣を処理しなければならないようだ。私の使用者、あなたが大菓子に向かう機会がやってきた。
つまり老宮に行ったことがあるから夢追い人も罹患の術相にまとわりつかれたの？そんなのありえないでしょ。二人とも体は大丈夫？しばらくは大丈夫だと思うけど、本当に何があったとしてもそれはうちのことだし、あんたたちは心配しなくていいから。それでこれは一体どうして？あの影たちに接触したせいなら、琥珀街の住人たちは似たような状況にあってないよね。だってあそこには回収という方法があるから。語り物になる前に衣食住に必要なものになるから、おのずと何の心配もなくなるんだ。だから回収ってあんなに重要なんだね。まさか回収がなかったら餓死しなくても怪物に噛み殺されるの？その通りだよ。でも今はどういう、私の記憶が正しければあの放棄がないと少爵は回収を行えないはずだよね。ちょっとした小細工を使ったんだよ。罹患の術相は消えてない。うちの影に隠されてるだけなんだ。前に話した通り、これは時間稼ぎでしかない。器具を取り戻さなければ、うちらは一緒にあの世に飛ぶことになるよ。どうやら、終末のアンカーを起動させることが今の最優先。待って、少女くん。もし私たちが確実に成し遂げられたら、この体に現れた現象って、まさか。あんたが心配してる通りさ、世界が再びつながったら桜花も災いから逃げられない可能性がある。じゃあどうして？そういうことだったんだね。おや、理解したんだ。通路を出現させようとするあんたたちを止めると、あんたは早死にするし、うちも隠しすることになる。一歩引いて考えると、うちらが死んでも罹患の術相がここで終わるとは言えない。逆に通路を出現させることで、この切迫した事態を処理できるだけじゃなく、他の術を呼び覚まして100年前のことを繰り返せば、両方の平和を取り戻せる。難しいことじゃないだろ？はぁ、言うならうちが悪かったんだ。まさかドニグルがとっくに通路を出現させてたなんて。
あいつは桜花を見つけられず、ずっと海に出入りしてたから、当時は特に騒ぎにならなかったけど。でも言ってたよね。世界を再びつなげる方法があったとしても、そのせいで桜花が大きなリスクを背負う可能性があるって。ひとまず、親切姉さんたちと交流しよう。今の事態は多分、私たちが勝手に決めていいものじゃないと思う。あ、少し待ってて。その前に、こっちの処理もしておかなきゃ。晴れた日は、たまにお日様とおしゃべりしたくなるね。